こんにちは、サラです。今回は、私が買ったけど結局使わなかったコスメでディスっていた、いやそんなディスってない、ちょっとジャリジャリしてあんまり気に入らなかったと言っていた不老不死のリップ38度、すいませんでした。私が買ったやつは不老不死リップ38度の初代初号機みたいな第1弾ですっていうやつを買ったんですよ、オレンジ色ので。それを使った時はこのアプリケーターが短くて下まで届かなかったんですけど、新しいやつは下までちゃんと届くようになったんですよ。でそれもあったし、多分あのオレンジ色のやつがジャリジャリ感があったのかもしれない。今回限定版のリップ38度スワールの3番を買いまして、めちゃくちゃいい。ではこのリップ38度スワール3番の素晴らしさについてレビューしていきたいと思います。まあ、さっきも言った通り、このアプリケーターが長くなって下までバッチリ届くようになったっていうのと、まあこれは限定バージョンに限らず、前の初代シリーズも改善されてたはず。このラメが可愛すぎて買いました。ベージュ、シルバー、グリーン、オレンジ、ブルーと、すごいなんか絶妙な配合なんですよね、ラメが。このラメがめちゃくちゃ綺麗、最高です。でそしてジャリジャリしないっていうのと、テクスチャー的にはディオールのマキシマイザーぐらいの粘度でちょうどいい感じ、そしてなんとなく唇の調子がいい気がする。でまあ、これは多分個人差あると思うんですけど、グロスが落ちた後もちゃんとラメがキラキラいい感じに残ってくれるっていうのもポイント高しですね。でまあ私多色ラメのコスメがすごい好きなんだけど、こんだけラメが可愛くてしかも機能的にいいやつってなかなかないので、ありがとうございますっていう気持ちです。ということで限定なのでスワールの3番買ってください。ということでサラでした。チャンネル登録と Twitter とインスタもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。